塚田幸子は、日本のキュレーター。多摩美術大学及び、東京造形大学客員教授。武蔵野美術大学及び山須非常勤講師。専門分野は、メディアアート、現代美術、20世紀美術。情報技術を開始自然、社会、精神の相互作用を促進する概念、環境的無意識を提起。データ、水、人、動植物、気象などを、 情報の流れから注目し、メディアアート、現代美術、自然、社会科学を横断するリサーチを展開。京都府綾部市出身、鶴門下大学英文学科卒業。1982年から、ヨーゼフボイスに関するマガジンの出版に関わる。1984年から1986年まで、原宿ビブレ21の広報、アート担当として、 館内での展示や工房展を手掛ける。1986年のデュッセルドルフ滞在を経て、1987年からフリーランスのライター、サントリアートボックスなどキュレーターとして活動。1989年西ベルリン滞在中にベルリンの壁が崩壊。1990年から2001年までキャノン株式会社の文化支援プログラム。 キャノンアートラボで、安倍和奈緒と共に、キュレーターとして、デジタルテクノロジーを援用した実験的な、アート作品の制作に携わる。スイスの出版社 G、B アーツインターナショナル日本アドバイザー、資生堂ネットギャラリーシグネットゲストキュレーター、森美術館、アソシエートキュレーター、NTT インターコミュニケーションセンター、ICC 学芸員を経て、2010年より、フリーで活動。 アートと情報環境の関係をテーマに実験的な展覧会、プロジェクト、ライブなどを手掛ける。ノーツ、分析、仕方幸子。ありがとうございます。